48キロ級のリーグ6回戦を行います。赤コーナー、日本女子リーグランキングチャンピオン、水道チーム所属、マーベラス森本。青コーナー、日本女子リーグランキングに横浜チーム所属、鬼倉さあ、日本ミニフライ級王者のマーベラス森本対鬼倉幸子の一戦が始まりました。橋本さん、このあたり両者立ち上がりから積極的ですね。そうですね、鬼倉選手はこのジャブですね、ジャブからワンツーで正攻法、逆に森本選手は強めのフックで攻めてますね。これですね、ノーガードで相手を誘っておいてから一気にカウンター気味にフックを狙っていくと、そういう感じですね。はい、さてこの試合なんですが、48キログラム契約で行われています。グローブは8オンス227グラムのものを使用で、マウスピース、胸パッドとファールカップの着用が義務付けられています。またこの試合は3名のジャッジによる10点法で採点されています。このあたりはまだ橋本さん、互角の戦いと見ていいですか。そうですね、まだちょっとエンジンはかかりきってないかなっていう感じです。ものすごい形相でフックを打っていきましたが、これが首を抱え込むような形になりました。そうですね、うまく回り潰してますね。あのフック一発もらったらちょっと危ないですからね。鬼倉がうまくこのマーベラスの間合いを詰めていると。そうですね、これも今のアームブロックでかわしています。鬼倉さあラッシュ攻めます。あ、出てきましたね。さあニュートラルコーナーに詰めました。マーベラス森本、ワンツースリーフォーぐらいのパンチを打っていきます。しかしここでレフリーが2人を分けます。いざ出てくると怖いですね、やっぱりこの辺は怖いですね、うん、またこの形相ですからね。わーっとミドフック、二の腕がすごいですよね。今のもかろうじてちょっとテンプルのあたりなんとかガードはガードしましたね、はい、しますね。左のフック、今のトリッキーなフックが左の、いやテンプルでしょうか、ヒットしています。なんとかクリンチワークで逃れる鬼倉。ちょっとこのまま鬼倉選手としては勢いに飲まれたくないですよね。そうですね、一覧の今いい右入りましたね。はい、残り10秒切りました。マーベラスもこのあたり少し打ち疲れか、左のフック、これはもろにブロックの上からですね。今のはいいですね、今自分で打って自分が体勢崩すぐらい力いっぱい打ってますね。これをまともに食らうとという感じがしますが、ですね、1ラウンドが終わりました。さあここで1分間のインターバルを迎えています。あ、少しちょっと疲れた表情があります鬼倉幸子。目を閉じて何を思う。さあ試合の方は2ラウンド3ラウンドとマーベラス森本ペースで進んで、これが4ラウンドとなります。ここまではマーベラス森本、理想の試合展開といって良さそうですね。そうですね、このフックですね、非常に強烈なフック、あれは男性が食らってもちょっと。そうですね、森本選手に関してはもう性別とか関係なしに、あ、来ましたね。さあワン、ツー、スリー、フォー、左右の連打、鬼倉を追い詰めていきます。マーベラス森本、もうこの辺りクリンチワークに逃げようという鬼倉を上からこうねじ伏せるような形で強引に行ってます。そろそろ倒しにかかるんじゃないですかね。この強引さが一つマーベラスの持ち味ですよね。そうですね。さあ青コーナーに詰まった鬼倉、サイドステップでなんとかこの窮地を出しようというところ、ノーガードでしかも相手のパンチをダッキングでかわしながら前に出ます。マーベラス森本、鬼倉選手は今みたいなジャブでちょっとペースを変えていった方がいいかもしれないですね。相手の出花をなんとか止めたいですよね、くじきたいですね。あっと左のボディー、マーベラス森本食らいましたが前に出ます。この辺りの根性ファイターっていうんですかね。そうですね、非常に見るべきものがありますが、ここで第4ラウンドゴングが鳴りました。このラウンドもマーベラス森本ですかね。はい、さあセコンドアウト、第5ラウンドに入っています。時計回りにリングの中央を回っています。両者赤いトランクス、赤いグローブがマーベラス森本、青いグローブが鬼倉幸子です。ミュースレート、さあニュートラルコーナーに詰まった鬼倉、危ない。マーベラスが積極的に攻勢をかけていきます。あ、ミュースレート、今度はマーベラス森本のテンプルにヒットしました。さあここで一気加勢に出れるか鬼倉、しかしまた青コーナーに詰まります。この辺りのラッシュというのは非常に、そうですね、もうとにかく凄まじいものがありますね。勢いでも圧倒されちゃってますね鬼倉選手は。はい、
なんとかジャブで今橋本さんおっしゃいましたそのジャブで突破口を切り開こうというオニクラなんですがちょっともう圧力で潰されちゃってますねもうオニクラのジャブをものともしないでですねまるでそのオニクラのジャブが鈴風にでも当たったかのように前に出ますさあこれちょっと一旦クリンチ一呼吸置いてからこの間近で見るマーベラス森本の形相迫力ありますねすごいですねもうオニクラ少しちょっと立っているのがやっとという感じになってきましたねちょっと弱気になりかけちゃってるかなっていう感じがありますね、まあ、そこをすかさず攻めるマーベラス森本このあたりがやっぱりこの階級の第一人者という感じですねと言えると思いますがさあ第5ラウンドもし橋本さんが採点されるとすればこのラウンドはどのくらいですか完全に取ってるんで10対9になってると思いますはいさあそしてファイナルラウンドを迎えます第6ラウンド泣いても笑ってもこのラウンドで決着がつきます森本選手としては倒して勝ちたいでしょうねそうですね一方のこの鬼倉としましてはなんとかこのラウンドも倒されずにそうですねなんとか突破口を見出したいですねですねさあファイナルラウンドも立ち上がり20秒を経過しました一発を狙いますマーベラス森本歯をくじばって左右の連打さあボディに右左の重いパンチを打ち込んでいきますオニクラのパンチが少し空を切るような形になってきましたさあニュートラルコーナーに詰まったオニクラここで倒せるかマーベラス森本しかし体を入れ替えますこの辺りのステップワークというのは非常にオニクラ選手うまいですよねそうですねそれとガードもきっちりしてますねまだはいしかし少し顔面が好調してきました赤くなってきましたマーベラス森本前に出ます3本ロープを背にしてオニクラこのマーベラスの突進を止めることがここまではなかなかできませんさあ残り1本切りましたノーガードから踏み込んでいってジャブからそして今のワンツー攻撃ではありませんでしたオニクラ選手も何度か打ち返してますねはいしかしこのマーベラス森本のフックというのはなんかカマンタチのような感じですダウンです、ね、ダウンですいいカウンターでしたね今のはもろに顎に入りました打ち返そうと思って前に出てきたところを行きましたねはいちょっと危ないかもしれないですね腰から崩れ落ちましたオニクラあーっとこれで2度目のダウンかいやこれはスリップを取りましたスリップを取っていますダウンではありませんさあここで一気に一気加勢に行きたいマーベラス森本あーっとミドルストレートもろに顔のど真ん中にヒットしていますしかしこらえるオニクラこのあたりオニクラのこのファイティングスピリッツというのも非常に称賛に値しますそうですねよく耐えてますねしかしマーベラス森本前に出るジャブ 2本を打った後に右のストレートしかしこれは空振りこれはもう圧力がすごいですね今のはショルダータックルみたいな形になりましたがさあここでゴング結局オニクラ幸子 KO を食らうところまではいきませんでしたちょっと今森本選手が首振って納得してないみたいな顔にしてましたけどさあ判定になります60対52、赤コーナーマーベラス森本まず1人目はマーベラス森本マーベラス選手少し鼻血が出ましたね赤コーナーマーベラス森本ジャッジ竹内60対53、赤コーナーマーベラス森本3対0をもちましてマーベラス森本が判定勝ちを収めました橋本さんこの試合を振り返っていただいていかがですか僕らのこれですね、はい、右を打ってきたところにカウンターでさすがっていうところですねもう腰から崩れ落ちました鬼倉幸子マーベラス森本貫禄勝ちと言ってもいいでしょう